乙姫ランドに一人で来い。俺も一人で行く。おお。お怪我がなくて本当に良かった。この度は本当に申し訳ございませんでした。警備の者たちはしっかりと教育をしておきますので、何卒ご容赦ください。では、次の予定がありますので、ここで失礼いたします。おお、思いっきり駆け引きあったね。覚えてたよね。なあ、なんて言ってたんだ青木は。今夜乙姫ランドで会う。すぐ言っちゃったね。まあ秘密にしろとは言われてないもんね。青木から誘ってきたのか。ああ、ただ差しで会うことが条件みたいだ。向こうが一人なら俺も一人で行く。そんなの信頼できるの。まあ普通に考えりゃ罠なんだけど、そこを疑ってちゃ拉致が開かねえよ。せっかく掴んだチャンスなんだ。つまり行っちゃうってことだよな。もちろんだ。ねえ、じゃあせめて私たちが近くに隠れてさ、何かあればすぐに助けに行けるようにしようよ。いや、気持ちはありがてえが必要ね。どうして。若が一人で来る可能性だってある。待った。そんなの考えづれえよ。あいつが計算尽くしでやってきた様子は散々見てきたろ。かもな。でももし若が一人で来てた時、そんな時俺はとんでもねえ不細工な男になっちまう。うん、そんなのは嫌なんだよ。一番らしいね。一番。こいつはこういう顔になっちまったらもう気持ちは変わんねえぞ。おい、だったら準備は万端にしておけ。幸い夜までは時間がある。ああ、もう夜やん。乙姫ランドに向かえ。一旦そっちの方向に行くべきなんかな。パワー全然ないから。いらっしゃいませ。ありがとうございました。まだガラス割れてねえ。久々に乙姫ランド行くね。案外突き抜けていくんよ。ほい、では久々に乙姫ランド来ましたね。若との再会楽しんでいきましょう。シャッター閉まってるけど入れんの。行きましょう。それじゃあ若に会いに来てくる。マジで気をつけてね。なあ、もしも怪しい気配を感じたらすぐに逃げるんだぞ。もう中におるってこと。うーわー、怒りまってるね。罠じゃないでしょ。電気つけてないんや。電気はまだ通ってると。だぞ。若、こんなところで生まれたんだな、お前は。おお、覚えてくれてるんやな。どんな話すんの。お久しぶりです、若。会いたかったんだろう、俺に。お前の聞きたいことなら分かってるさ。うん。どうして俺が名前まで変えて政治家になったのか。どうして俺が東条会の壊滅に加担したのか。あとこの体も気になるか。昔は車椅子だったもんな。声は一緒やな、完全に。全部答えてくれるんですか。ああ、病気はアメリカで治した。
肺の移植手術を受けてな。肺？知ってるか、向こうじゃ移植の順番が金で買えるんだ。だがどんなに金があってもヤクザの息子じゃそれさえ難しいんだ。そのために名前変えたんですか？手術のためだけじゃねえ。荒川真澄の息子として生まれたこと、病気のせいで青春時代を人並みに謳歌できなかったこと、うん、そういう人生そのものを書き換えるために名前を変える必要があったんだよ。わからんでもない。その結果、今じゃ都知事と幹事長を兼任する政治家になれた。それは努力もあるよね。どうした、おめでとうございますの一言も言ってくれないのか？素直に言えないんですよね。政治家になるってのはそんなに嬉しいもんなんですか？政治ってのはいいもんさ。ヤクザみたいに暴力で支配するわけじゃない。法律に準じて人々の暮らしを良くする。おかげで多くの人間から感謝されてるよ。小笠原を殺しましたよね。うん、はあ、リスクマネージメントさ。どういう意味ですか？だってあいつはお前に拉致られてブリーチジャパンや俺の内情をベラベラと喋ったんだろ。あいつはそういう男さ。やつは一言も喋ってませんなんて言ってたけど、目を見りゃわかるよ。お見通しか。だから処分した。ここがヤクザっぽくない、ね、なんでそんなに簡単に殺せるんですか？じゃあ聞くが、あいつは本当に何も喋らなかったのか？どうだ？そりゃペラペラ喋ってましたよ。リスクマネージメントというのはそういう危険を事前に。でも一緒にブリーチジャパンを立ち上げた仲間なんでしょう。それをためらわずに切れるかどうかがトップに求められる決断力さ。親父だってそうだっただろう。ガキの頃から面倒を見てたお前にあっさりと身代わり出頭を突きつけた。親さんは俺を切ったわけじゃありません。あの時荒川組を守るためには俺が出頭するしかなかったんです。荒川組を守る？沢城の頭が殺した鈴森って男は東条会の直系組員でした。もしも頭がパクられることになったら、三次団体で隠したの荒川組はけじめをつけさせられますから。お前が身代わりになんなくたって沢城はパクられなかったさ。そら誰にもわからないっすよ。いやわかる。なぜなら沢城は鈴森を殺してないんだ。は？え？そういえばお前と最後に会ったのもあの晩だったな。覚えてるか、大晦日に行ったカムロ町のクラブ。はい、しっかりと。へえ、若の彼女さんの誕生日で。あの夜は散々だったな。若、いつからそこに？今とは偉いさやな。あの、若。おう、用足しは済んだのか。はい、京都銀行の帯ついてる大金。それで払っとけ。余ったらケツ拭く時にでも使え。おう、この後どうなったよ。具合でも悪いのか？
して救急車呼んだりよ、周りのやつも。見るんじゃねえよ。おお。いやいや、薬やってたからね。固まるよね。起きろや。こんなところで寝てんじゃねえよ、酔っ払いが。なんだてめえ。ここはうちの組のビルだ。とっとと出て行け。ヤクザか。社会のゴミが。なんだとてめえ。おい、マサワンじゃねえ。カムロ町でヤクザをちょくるなんて、いい度胸してんじゃねえ。どっから来たおのぼりさんか知らねえが、カムロ町の怖さをたっぷり教えてやるよ。素人がモデルガン出して生きがってんじゃねえよ。どこで買ったんだ？え？田舎のおもちゃ屋か？あ？おもちゃだと思ってんのか？本物なら撃ってみろよ。こいつが。ほら、どうした？ほら、さっさと引き金引いてみろってんだよ。撃てねえよな。見せかけの偽物じゃな。二度とでけえ面すんじゃねえぞ、半端もんのくそ。てめえ、いい加減に。若がやったんや。完全にやっつけてるね。あー、そういうことやったんや。この男が鈴森。ああ、俺は沢城に起きたことをそのまま伝えて家に帰った。誰にも目撃されなかったのはラッキーだったよ。じゃあ俺は若の代わりに出頭したってことですか？そうさ、親父は大切な一人息子を守るためにお前をお上に売ったんだよ。しかし親父もそのままをお前に告げるわけにいかなかったんだろう。だから沢城の身代わりって筋書きを作ってお前に頼み込んだんだ。まんまとあいつの口車に乗せられたお前は喜んで出頭したってわけさ。それでもまだお前はあのクソ親父を信じられるのか？絶望すんのもよくわかるぜ。懲役18年ってだけでもひどい話だが、ひどいのはその後だよな。
務を終えて出てきたお前を、あいつはバーンだろ。撃ったよね。ひでえ話だよな。何でも知ってるな、息子やから。頼んだぞ、イチ。何を頼んだんや。なんとか言えよ、イチ。それでも俺は荒川のおやっさんを信じてます。うん。じゃあ俺からも一つ聞かせてくれ、イチ。お前なんで生きてんだ。なんで偉人町にいる。理由なんて。でも俺はどん底の一番です。どっからでも這い上がってくんのが俺ですから。うん。そこになってる。まあいい。しかし何年経ってもお前の間抜け面は変わらないな。怒りを通り越して懐かしささえ覚えるよ。嬉しいぜ。そいつは光栄です。俺はてっきり今夜はめられるんじゃないかと思ってたんですけどね。でも若は約束通り一人で来てくれた。俺も嬉しいです。まだ分からんぜ。殺されると思ったか。お前を殺すことなど議会の答弁に比べれば朝飯前だよ。だが生かしてやる。昔のよしみでな。その代わり条件がある。二度と俺と俺の親父に近づくな。いいな。条件がな。じゃあ俺からも若に条件を出させてもらいます。偉人町から撤退して久米の出馬も取り消してください。何？生意気なこと言うようですけど、久米は国会議員の器じゃないっすよ。言うね、一番。民事党内でも同じ見解だわ。現に後ろ盾がなければあんな世間知らずの若造は落選するに決まってる。だったらなんで久米なんかを出馬させるんですか。俺の価値を知らしめさせるためさ。え？想像してみろ。久米がトップ当選を果たしたら、その時民事党のやつらはどう思う。青木亮の推薦は何の実力もない若者をトップ当選させるだけの力があるのだと理解するだろう。そして青木亮というネームバリューは荻窪にとって変わる価値があると思い知るはずだ。久米は若の引き立て役ってわけですか。選挙とはまさに駆け引きのゲームなんだよ。だったら偉人町再生シェルターもそのゲームの一部に過ぎないってことですか。あのシェルターか。あれはなかなか役に立つ優れものさ。なんたって不法滞在者を一網打尽で捕まえられるんだから、ね、ああ捕まえる。ビザの取得をサポートしたりするんじゃん。まさか今さら彼女らにビザが降りるわけがないだろう。シェルターから入管まではバスで行き、その後はそのまま強制送還だ。そんな。それじゃ彼女たちを騙したのか。犯罪者を一掃して偉人町を再生するシェルター、名前に偽りはないね。なかなか。じゃあ若は俺の条件を飲めないですね。飲めないね。なら今夜の交渉は決裂ってことですね。勘違いしてるようだが今夜は交渉ではない。さっきも言ったろ、お前を生かしておいてやるのは俺からの情けだ。
それを無下にするなら好きにするがいい。おお、青白、久々。どういうことっすか。若は一人で来るって聞いてましたが、若の最後の情けを無駄にしやがって、愚か者が。おお、はめられましたね。愛はある人ゾロゾロ出てきたよ。ちょっと多すぎやしませんか。一人に対して多いね。こっちは約束通り一人なんですよ。こっちだ一番。おい、えい、さすがナンバー。お前らなんでここに。おら、どけどけ。あらさん、ありがとう。逃げるわよ。やっぱ、はめられたか。ほら見ろ、やっぱり罠だったじゃねえか。おい、ヤクザじゃんけんしてるやんけ。中の連中、ナイアゴロを取りこぼしたようやな。わしら、控えの出番や。ええとこ見せて、沢城の頭にアピールすんで。悪いやつ、あるね。おう、やったのか。大見連合組員ね。さて、なめんなよ。よし、いいじゃない、テンション上げ。ザコは引っ込んでろ。次から次へと。おい、沢城の頭、え、なんか派手なやつおったよ。やんの、ここで。追い詰められたね。俺相手に随分大げさなんじゃないですか、頭。まあな。だがお前は撃たれても生きてた男だ。念には念を入れたまでだ。こいつが大光に撃たれても死なへんかったってやつですか。そいつやばいぞ、サリコミ。どんだけごっついやつかと思ったけど。案外普通でんな。アナドルな、確実に息の根を止めろ。せやったら頭と手足を切り落とすっちゅうのはどうでしょう。魔物や魔物。それならさすがに生きてられへんでしょう。やり方は任せる。何持ってんのそれ。ノコギリかいな。人間解体ショーをお見せしますで。終わったらあいつの首、箱詰めして明日の朝には届けますわ。守備よくやれ。頭は帰るんですか。お前らの汚い血でスーツを汚したくない。おお、立派なスーツ着とるな。汚れ仕事は全部部下任せですか。あんた、荒川のおやっさんの下で一体何を学んできたんですか。おやっさん、おやっさん、うるせえな。その言い草には昔から虫ずが走ってたんだ。そうやな、それは間違いないな。言わせたってやりましょう。どうせあいつが物言えるのもあと数分の話やし。構え構え、そいつ。おしゃべりは十分だ。さっさとやれ。ほな、解体ショーの始まり始まり。いや、だいぶ連戦やな。私の番です。まずいですね。セーレア。おいや、なかなかの強敵。
うれ。俺の首を箱詰めにして頭に届けるとか言ってたよな。箱詰め返しだ。あ、その服装。頭も驚くだろう。箱の中におめえの首を見たらな。あれ？めっちゃ気持ち悪いやつだったわね。大海にはこんなのが、ワンサがいんのか。日本一の極道組織だ。これよりもヤバいやつらだってゴロゴロいんだろ。そんな連中がどんどん陰陣町にやってくるの？勘弁してよ。一番浜子さん、どうしたんだ？今、シェルターへ行ってきたんだよ。シェルターへ？あの子たちの忘れ物があったから届けようと思って。一網打尽されてんちゃうの？そしたら、あの子たちどこにもいないんだよ。シェルターの職員も全然取り合ってくれないしさ。一体どうなってんだか。落ち着け、浜子さん。一緒に探してくれよ、一番。浜子さん、あの子たちはもう日本にはいない。シェルターは彼女たちを強制送還させるためのネズミ捕りだったんだ。そんな、あの子たちは自分が生まれた国に頼れる人間なんていないんだ。だから偉人町に身を寄せていたんじゃないか。私はあの子たちの幸せだけが生きがいだったんだ。面倒見るからな。なのに、なんでこんな結果に。浜子さん。浜子さん。私がシェルターなんか進めなけりゃ、もっと早く気づいていりゃ。浜子さんは、ただあの子たちを思って行動しただけだ。悪いのは浜子さんじゃない。そうよ。自分を責めないで。浜子さんは最後まで誠実だったわよ。浜子さん。ごめん。ごめんよ。いや、涙流すなんてよ、浜子さんが。しくしょう。浜子さん、ひとまず休ませたわ。ありがとう、サッちゃん。どんどん偉人町がぶっ壊れていくな。いやー、ハン・ジュンギが言ってたの覚えてるか？俺たちも行く当てがあるなら出て行った方がいいって。本当に考える時かもしれねえぞ。逃げんのか？だってよ、もう取り返しがつかねえとこまで来ちまってんじゃねえのか。取り返しがつかねえか。ちなみにナンバーはどっか行く当てがあんのか？いや、すぐには思い浮かばないけどよ。足立さんは？親もとっくに亡くなってるし、今さら行く当てって言われてもな。最後はおっちゃありそうな。とてもじゃないけど、妹とお父さんを置いて出ていけないわ。じゃあ決まりじゃねえか。決まり？何が？みんなここから出ていけるような状況じゃねえ。そりゃ俺たちもコミジルもリューマンもみんな同じだ。うん。だったら抗うしかねえだろ。抗おうよ。取り返しがつかねえってんなら、なおさら取り返してやろうじゃねえか。でも賞賛があんのか？そんなもん必要ねえ。昔、荒川のおやっさんに言われたよ。賞賛があって殴りに行くのはただの弱い者いじめだってな。でも賞賛もなしに殴りに行くってのはただの無鉄砲ってもんだろ。ちげえよ。賞賛なんて考えらんねえ強いもんに立ち向かう、それが本当の喧嘩だ。俺らの敵は民事党に大海連合、日本の表と裏のてっぺんだ。
上等じゃねえか。思いっきり喧嘩してやろうぜ。日本の表と裏の頂点に喧嘩かな。さすがに足立さんもビビっちまってんの。バカ言え、相手に不足はねえ。やってやろうじゃねえか。おお、おじいさん。その表の頂点ってのに警視庁も加えてくれねえか。そうだった、もちろん分かってるって。よっしゃ。ったく、呆れるくらいどうしようもない人たちよね。まったくだ。でも好きなんでしょ。うん、そんな自分にも呆れちまうよ。おお、ナンバー、サッちゃん、俺らと一緒に。はいはい、もう結論出てるから。さすがは俺たちの仲間だ。でもナンバーはどうなんだ。お前は弟さんの無事が確保されたことだし、結婚の話だって本当にいいのか。俺がそんなに白状に見えるか。こうなら地獄の果てまで一緒に戦って弟の結婚式のスピーチのネタにしてやるぜ。おお、決まりだな。どいつもこいつも今に見てろよ。お前。